続けて平行四辺形の性質を使った証明の問題です。問題を読んでみましょう。平行四辺形 ABCD の対角線 ACBD の交点を O とし、O を通る直線が2辺 ADBC と交わる点を、この O が通る直線、ここは引っ張ったよね、上と下に。それが ADBC と交わる点をそれぞれ EF にしました。 この時証明したい結論は OE=OF イコールやねな。OE=OF で,、e、であることを証明せよと。こことここやね。で証明の問題なので、過程をちょっと整理していきましょう。過程は何かっていうと、平行四辺形でできているから、平行四辺形の性質、まあ、大変が等しいとか、対角が等しいとか、今回はさらに対角線が出てきているから、対角線っていうのはそれぞれの中点で交わんねんな。 たくさんあるからちょっとまとめて書いてしまうけど平行四辺形の性質から分かることっていうのは仮定として使っていいですよと。でそれ以外は交点を O としましたとか EF としましたとかやから別に他は分かってないよね。 だからこの問題では平行四辺形の性質だけを仮定としてそこから分かることを使ってこの OE と OF が等しいってことを証明せなあかんねなじゃ結論は何になるかっていうとこの OE=OF 赤い印をつけたこの部分ねこれが結論ですとで結論は辺が等しいことを証明するっていうことやから 結局この辺を含む三角形の合同やから、まあ、こっちでもこっちでもどっちでもいいんやけどここにしようか三角形 AEO と三角形 COF ちょっと順番違っちゃったけどこの二つの三角形の合同が言えれば対応する辺の OE と OF って等しいやね で、この三角形の中で等しい部分合同に使う部分っていうのを平行四辺形の性質から考えていくとじゃ順番にやっていきましょういつもの手順やね合同の署名から三角形 AEO と三角形 AEO 対応する順番に気をつけて CFO ね CFO においてじゃまず平行四辺形の性質から何が分かっているか ここは等しくなるのが分かる角 OAE と角 OCF やね。これは AD と BC 平行やから錯角等しくなるよね。なので、A、AD 平行 BC より角 EAO イコール角 FCO やね。これが一つ目になりますよと。EAO イコール FCO と。F そしてこれ対角線。対角線引っ張っているってことは平行神経の対角線の性質使わない。つまり対角線はそれぞれの中点で交わるから AO と CO って等しくなるやな。平行四辺形の対角線は中点で交わるので。 等しくなるのは、えっとと AO CO ですよこれが二つ目になりますで今分かっていることを確認すると一辺と一つの角一辺と一つの角が分かってんねんなじゃああともう一個の辺例えば AE と CF が等しいって分かったら二辺とその間で証明できるんやけど AE と CF ってこれ等しいかどうかって分からへんやないですここは等しいやんで,でもその代わり ここ等しいやね。体調角やから等しいやん。てことは、一辺とその両端、一辺とその両端、等しくなったやな。これを3つ目の条件にしてあげる。つまり角 A o、e、角 AOE= イコール角 COF やね。体調角やから。これで1、2、3を揃いました。1、2、3より一辺とその両端やったよね。一辺とその 両端の角が等しいので角がはいで三角形 a e を合同三角形 CFOA な受け、OK、で、えー、合同な図形の 対応する辺は等しいので OE=OF これが結論ですよと証明が完成しましたで今回の証明では平行四辺形の性質3つの性質から与えられること以外は何も分かってへんかったよねまあでも性質をうまく使うどこで使ったかっていうと 1>, 1番は平行から錯角が等しいですよと。これを使いました。で、対角線は中点で交わるから、AO と CO 等しいですよと。最後の1つは平行四辺形の性質ではないね。体調角が等しいというので言ってあげましたよと。平行四辺形を使った証明の問題では、平行四辺形の性質、これをうまく使えるようにしてください。